ははい皆さんこんこにちは村長ですすごいの出ましたね、えー。今まで僕はノイズ処理といえばアイゾトープの RX シリーズやウェーブスの z ッノイズこれで特にフロアノイズはとっていたわけなんですね。フロアノイズを取るというのはまあ、手法がありましてもう今やまあ、どこのメーカーがいいとか悪いとかじゃなくってどれでも れれるんですけれども、今回紹介する「エイコン」というんでしょうか「エイコンデジタル」の「レストレーションスイーツ2」というのが新しく発売になってたまたまプラグインアライアンスさんでキャンペーンをしていたのでちょっと気になって購入してみました使ってみると案外いいんですよね。ちょっと RX ユーダーさんには申し訳ないですけれども後戻りができないというほど。 よくできていますまず今画面にありますようにこのソフトウェアは4つのプラグインでできていますがその中の D ノイズ2というのがフロアノイズというか環境音のシャーというようなノイズなどをうまくとるようにできているプラグインです。本来ななら今までは音の少ないところ もういわゆる今画面に表したような部分ですね。そういう音がなくなりそうな部分をこのようにループにしまして、そしてそこで分析をするというのが、まあ一般的なやり方でした。このソフトウェアもそうなんですが、立ち上げた時にはアダプティブと読むんでしょうか？いわゆる自動のモードになりまして、そしてこれでそのままでも。 いわゆるもう音のあるところででもこういうところですね普通に音のあるところで試してもかなりいい感じでノイズが取れますちょっとやってみましょうまずは元の音を聞いていただきましょうでも今日はノイズについての解説なんで皆さんぜひともヘッドホンをつけて微妙な音が聞けるようにして動画を見てくださいじゃあ鳴らしてみます このようにかなりノイズが乗っています。シャーっとずっと音が鳴っています。これをプラグインを挿しただけでどこまで良くなるか。ちょっと見てください。<music> い約秒ぐらいでしょうか。分析に時間がかかっているようですけれどもノイズをすぐにリラクションしてくれますはいちょっとこれでですねバイパスと両方繰り返してやりますのでどれだけ音質の変化があるかを聞いてください。僕はここが、 かなり優秀だと思うんですね今まで他の会社のノイズ取りをこういうもう音のあるところで自動モードでやってしまうともう音質劣化がひどかったそれが今まで使ってたノイズのリダクションプラグインだったんですけれどもこれはかなり優秀だと思います。 はい、難癖をつけない限りは音質とといいいいううのはほとんど変わっていないように思います。ただし極電帯で聞くとやっぱりちょっと変わったかなという部分もあるんですねそしてアダプティブモードの下の方にいくつかパラメーターがあるんですけれどもここでブロードバンドというのをしておくといわゆる「シャー」というだけの本当に フロアノイズと言ったらいいんでしょうかそういう音だけが鳴っていたらその音だけを取るというモードとシャーシャーいわゆる音程があるように低い音だったり高い音だったり揺れる時はどうしたらいいかというともう一つモードがありましてコンビモードっていうのでやればですねその音も取れるんですけれどもやっぱり 音質が変わってしまうんですね。フロア以外のところの音も監視してくれるようになるので、いい時はいいんですけれども、やっぱり音質が変わってしまいやすいです。えー、ちょっとこれでやってみましょう。 少し分かりにくいと思いますがちょっと音が丸くなったというかそのような感じになりやすいんですね。そしてこの一番下のスライダーこれありますよね。これは短くしておくとすぐに反応してそして音を取るんですけれども分析の時間が短く分かりやすく言えば慌てて処理をしようとして音を 急激に変えてしまう可能性があるんですね。こちらの方に少し余裕を持たせておけば音質の劣化があまりないような形でこのスライダーは使えます。ただしそんなに大きくわかるほども変化しません。そして次なんですけれども次は手動モードです。手動モードはどうやって使うかと言いましたらこのもう終わって こういうところですね。こういうところをループさせます。ちょっと鳴らしますね。もうちょっとこっちにしよう。はい、よくわかりますね。ここでかなりのノイズがありますが、これを分析するのが、ここのボタンで l e a というモードです。 このようにすると今どれぐらいのノイズがあるのかなということで検知してくれてるんですねそしてこれをまあ数秒やれば隣のスイッチをオンにしますこれでフロアのノイズを取れたわけですねそしてこれでどれぐらい取るかというのでリダクション量を変えれますこの柿色の色ラインが白い グラフの動いてるところを越えたら完全に取れるんですけれどもこれをまたどんどん上げすぎていくと余計な部分まで取りやすいですので無理に上げる必要はないこの辺で合わせば今ももうほぼ僕の耳にもノイズは聞こえていませんここまでが今まであったほとんどのノイズソフトの挙動なんですけれどもここからが。 このディノイズ2のすごいところです。こうやっててもノイズというのは今こうやって山がカシャ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 動いてますように一定ではないんですよね。このグラフ通り波打ってるんです。それにこのオレンジのラインのこのスレッショルドを自動的にダイナミックに動かしてくれる。これがその隣のボタンなんです。見ててください。はい。 振動しかけましたよね動きに合わせて瞬間にこうやってて動いてくれるわけですこのようにしとけばさらにですね細かいところもそして突発的にこのフロアノイズだけじゃなくって少し音が変わったようなノイズが来てもすぐに反応してくれるんですねじゃあこの状態でやってみましょう。 優秀ですねそしてユーダーインターフェースもこのように大きくしたりもう無限に拡大できたりしますので自分の DAW やディスプレイの解像度に合わせて大きさが自由であるということも便利ですし他の会社のソフトのようにユーダーインターフェースが固定というよりもとっても見やすいディスプレイになっています。 一番左は先ほども言いましたようにリダクションなんですけれども次はそのかかり度合いのカーブをですねまあここでは2位と書いてますけど、えー、肘のことですねその肘のカーブを緩やかにしたりとかより自然に取るとかっていうことがここのパラメーターでできるようになっていますそしてこのマキシマムリダクションというのがありまして取るのはいいけれども あまり取ってほしくないというような時にこの最高で取るリダクションの量をここで設定できるんですねこれを0にしたらやっぱりリダクションしなくなりますちょっと試してみましょうプラグインはオンになってるんですがリダクションをしません 撮りすぎないようにできるとっても優れたプロ仕様のパラメーターとも言えるかも分かりませんそしてその隣がリダクションタイムです短くすればするほど取る量は少なくなります というこ,とでこの4つのパラメーターは自分の耳で聞きながらいい部分を調整してみてくださいマニュアルなんかは一番右のところにありますのでこのように英語のマニュアルですけれども案外親切に書かれたマニュアルがあります英語ですからこれをこのようにコピーしてですねそして翻訳ソフトなんかに貼り付けて読んでみてください しっかかりり書かれておりますので日本語に訳しても案外よくわかるマニュアルになっています続きまして僕が今回の「レストレーションスイート2」をとっても気に入ったのは実際はこのソフトではありませんこのソフト d クリック2というのが僕の一番のお気に入りですこれはクリックいわゆるプチプチプチ もしくはヘッドホン漏れでレコーディングなんかするときにクリック音を鳴らしてあってそれがヘッドホンを通じてどうしてもプチプチ入ってしまうような音それをクリックと呼んでいますそしてその隣にクラックルというのがありますクラックルというのも同じようなノイズなんですけれどもわかりやすく説明したら 昔のレコード版ですね。あれがジ,ジジジッと言いながらプチプチっとなったりとか、もう少しこのクリックというよりも、小さな音で、そして耳障りな音のことをクラックルと呼んでいます。このパラメーターで制御できるんですね。そしてこちらの方の3つ目のパラメーターは、いわゆる破裂論というか、ボーカルなんかで、 パピペポの時にパッ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 このような形で専門的には「吹かれ」とかよく言いますけれどもそういうような音を軽減するためのディダクションソフトになっています。ただしこれを入れた時はここのスイッチがついていませんこれはある意味別物と考えてできるようになっていますけれども 他のソフトではこれらが3つともバラバラになっているものがあるんですがこれは1つでそれが全部できるのでとっても優れていますこれはどのように使うかと言いましたらこのもう普通のところで聞いた時にこんな風に流すとですね下の方にちょっと赤いラインとか緑色のラインとかが出てきますそれがノイズですちょっと流してみます 押し上げて撮るようにします ましたよねこれは何かと言いましたらそのピアノを打鍵する時の音ですねそれとかですねもっと微妙な話でピアノにもギターじゃないけどこう弦があるんですよねそれをハンマーで叩いてるわけですけれどもそういう微妙な音を検知してリダクションしようとしてるわけです。これは画面の下にソロノイズというボタンがあります。 このストロノイズというのを押すと、そのノイズだけが聞けます。ちょっとやってみます。はい、ちょっと聞こえにくいんで、あえてここまで取ることはないんでしょうけれども、もう少し上げます。 こういう嫌な音ってありますよね。これを取ることができるわけです。あえて緑のクラックルももう少し上げてみます。クラックルはないのか上がってこないですが、はいここまでいけば上がってきます。 これで音を聞いてみます。 がないですね、これなんかは他にどんな時に使えるかと言いましたらネットでですねヤマハの出してるシンクルームというネットセッションできるシステムがあるんですけれどもそれを録音するとですねどうしてもネットのネットエラーでちょっとプチプチっと音が鳴ったりとかするのがあるんですけれどもそれがかなり軽減できたということで報告も受けていますそういうところにもうまく使えるんではないでしょうか 今度はちょっとポップの話をしたいと思います。こちらですね。これはちょっとあえて切っておきます。ボーカルに対してやってみたいと思います。はい。ここにボーカルのアカペラの状態のものがあります。このシンガーさんはかなりの声量がありまして、しっかりした男性のボーカルです。そうすると、なんとなく、ポッ、ポッ というような、いかにも勢いのような、そういう音が若干入っています。それをこれで撮ってみたいと思います。バイパスします。聞いてみてください。幼いあの頃に、もう一度会いに行こう。そして今の自分を、励ましてもらおう。まっすぐに生きていた。 あの頃の自分にまっすぐに生きていたのターノートをしっかり聞いてみてくださいそのターノートが何か段ボールでもちょっと横で叩いたようなボッボっっていうような音が聞こえますよく聞いてみてくださいまっすぐに生きていたあの頃の自分にまっすぐに生きていたはい このタの時にバッとなるような音ですがこれを入れてこのリダクションを上げてとってみますまっすぐに生きていたあの頃の自分、まっすぐに生きていたもう全然聞こえませんねもう少し落としてみますまっすぐに生きていたはいまだ聞こえます まっすぐに生きていた。また聞こえます。まっすぐに生きていた。はい、これで切れます。このぐらいのラインで切れます。何度も聞いてみてください。ターのところだけ、もうちょっと短くして回します。生きていた、生きていた、 ていたー、ていたていたっていたっていたっていた,いた,いた,いた素晴らしいですね。これがボーカルのポップなどを取るためのリダクションです。これだけ取れたということは、これで聞くと聞けるのかなちょっと僕もこれは初挑戦ですが、やってみたいと思います。おう。 よく分かりますね、この音です。はい。振動の鼓動のような音が聞こえますでしょう。後の「ぶち」はちょっとまた別の音です。

ククリックツーというのを集中しししてお話ししました。その他にもデジタルクリップした時のいわゆる歪んだ音を軽減するソフトも入っていたりハムノイズブーンというようなアンプのノイズのようなものを軽減できるソフトもあるんですけれども今日は僕が気に入ったこの2つのソフトに集中してお話をしてみました。 今までのソフトをワンステージ超えたようなとってもノイズ処理に強力なソフトウェアになっています。皆さんも